ポケモンソルジャーの A0 です。ヘルナイです。ポケモンクイズ。ポケモンクイズ、これシンプルだね。ポケモンには詳しいですよ。今日はポケモンのクイズをやっていきたいと思うんですけれども、ポケモン何でもクイズ。ポケモンのクイズですポケモンのクイズ。それしか言わんよ、ね、どうせこれしか言わんからもうやるかって感じなんだけど今回はポケモンのクイズが全10問出るので、ポケモンのクイズに一斉回答しましょうはい、じゃあやっていきましょう本当にこれだけで始まった、はい、あっさり導入。では第1問。主人公サトシの名前が由来でもある田尻サトシが創設したポケモンを開発している会社名は何？なるほど。なんかポケモンっていっぱい会社あるくね？なんかそのせいで全然自信ないんだけど、こういうのって別に意識して生きてないんだよね。いやでもなんか歴史とかさ、なんかそういうなんか人物背景とか、なんかウィキペディアとかは見てるからな。見てた。テルピンさんはそういうの見るの好きだからな。はい、では全員の回答オープン。うわ、分かれた。ゲームフリーク株式会社ポケモンで分かれました。これゲームフリークはゲームだけじゃないの？ゲームって要はプログラミングとかするわけじゃん。それがゲームフリークじゃないの？ゲーム開発会社だったらゲームフリークなんじゃないの？株式会社ポケモンはそのポケモンの広報用の会社であって、サトシってゲーフリの創業者なの？え、そうじゃなかった？立ち上げメンバーちゃうの？え、だってサトシってだって赤緑より後に出てきたものなんだから、お順番的には正しいじゃん。おポケモンって言われたら逆に納得できんけど。正解は、あ、そうなんだ、ゲームフリークなんだ。まあそうなんか、うん、開発って言われたらそうなのか。実は日本語問題だったそうあるね。正直別に開発とか何も考えなくて、あ、ゲーフリーやと思ってゲーフリーって書いたんだけど株式会社ポケモンとの違いは知ってんの？なんか役割的なのは。いや、ゲームフリークはだってポケモンのゲームでしょ、まあ、そうだね、うん、株ポケは別にそれ以外のほぼ全てじゃん。でもゲームだけの開発って言わないんじゃないのって思ったからさ。だから商品の開発とかもあるわけじゃん。おー、そうだそうだそっちはまあポケモンあるわけでしょ。ポケモンは別にゲームフリークがポケモンを作ってからできた会社やからね。まあでもどのみちその田尻サトシさんが創設してるっていうことが書いてある以上、ゲームフリークが不正解だけどね。ポケモンクイズだな、これめっちゃちゃんとポケモンクイズだったこれがポケモンクイズ。じゃあ第2問。田尻サトシが尊敬していることからライバルの名前の由来にもなっているマリオ・ゼルダの伝説などの生みの親は誰？マリオ・ゼルダの、まあ、なんだっけ、まあ、さっきちょっと口走りそうになったけど、もしこういうの来たら危ないなって思ったから本当に言うのやめたんだよ。名字わかんねえ。そう、名字わかんないじゃん。下の名前もわかるし漢字もわかるのに名字わかんねえ。漢字わかるんだ。漢字ちょっと待って漢字もわかんないけど、漢字そんな難しくないけど、いやこれだっけ、漢字のタクはそんな少ないくない。俺別の人と勘違いしてんのかな。なんか二人思い浮かんでんだよ。二人っていうか名字が、あれ合ってるっけ。全然知らないよ。なんか別の人と勘違いしてる。あのタイピングだからいけるけど、書けって言われたらちょっと怪しい。俺は書けるよ漢字。俺はね。おお。では全員の回答オープン。みんな回答分かれてるけど謎の人物書くのよ。しげる。しげる誰？お前の友達か誰いやもう名字分かんないから日本人の中で多い名字なんだけど、一番確率が高いってこと大森しげるさんだっけって思ったけど、多分大森しげるさんはなんかポケモンのなんか開発チームの一人で、そういう創業当初メンバーみたいなのは宮本しげるさんでしょ。そうなの？そうなんこれ引っ掛け問題だな。なんかしげるかぶりいるんだよ。そういるよねそう大森しげるさんもいるよ。漢字は合ってる、その切ないさんの滋賀県の C だから書けるんだけど俺は。ああ、そういうこと。だから漢字がって言ってるから多分そっちなんて書いてるんだろうなって。言ってよじゃあだからなんかあれどっちだっけって思ったけど、まあ宮本しげるさんだなこれは。じゃあ正解は、あよりポケモンなのは大森しげるだけどポケモンポイントくれよ、ポケモンポイントポケモンポイント。じゃあ第3問。ゲームフリークが1994年に発売したゲームパルスマンで使えるアクションの一つで、後にあるポケモンの専用技として登場したのは何？マジで知らないんだけど。パルスマンって何？なんか聞いたことあるんだよなこれ。聞いたことなくはない。全くない。ポケモンの専用技って何？どういうこと？マジでわかんないけど、ポケモンクイズだしな。ポケモンクイズだからね。そう、まあこれでええんちゃうか。
じゃあ全員の回答オープン。10万ボルト専用技じゃない。専用技ってそういうことか。なんだとポケモンでしか使われてないという意味かと思ってた。エヴァレスマンで使われてるそれポケモンが概念だと思っちゃってるじゃん。これだったら俺もボルテッカーって書いたわ。巨獣さんなわけない。巨獣さんだけはない。20年の時を経て パルスっていうのがもう電気系なんだからもうボルテッカーでしょ。そうそうそう、パルスだから電気系だと思うけどね。じゃあ正解はボルテッカーです。おー、ちょっと日本語エルビさん知ってた。ちなみに別に知識としては別に知らない、事前知識としては。パルスマン賞調べてみていい。なんかもうパルスマンっていうなんかそのネーミングセンスからなんかロックマン集がしてもうボルテッカーな気しかしなかった。絶対このパルスマンのファンにこれロックマンじゃんって言ったらブチギレられると思うけどパルスマンガチ勢が怒っちゃう。やってみようかな今度。絶対やんないだろ絶対やらないそう。じゃあ第4問。2020年からはポケモンデーという記念日もなっているポケットモンスター赤緑が発売したのは何年何月何日。うわ何年か二択なんだよな。日付も別に覚えてない。こういうイベントがあったことは知ってる。去年だっけ動画出てたもんね。去年は SV 発表でしょ。あれそうだったっけ。千匹ポケモンのやつは。あ、そう、それ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 じゃん。千匹ポケモンのやつとかあったでしょ。それ今年じゃん。あ、今年かあれあれ今年か。あ、いやもうでも それは分かるんだけどさ、イベントごとがあるのは分かるんだけど、いちいち覚えてないんだよ。そんな親の誕生日も覚えれない男が。それで言うと、あの母親の誕生日これなんだけど、 A0 のお母さん若くね。そうだ、生年月はそうじゃないおお、なるほどね、うん。じゃあ回答どうぞ。まあいろいろと惜しいけど一番惜しくないのは船だな。普通に覚えてないから適当書いた。日付はいい線いってるな日付はなんで日付の感覚だけあるんだ。正解はうわー、実質合ってるな。これは実質ね、ほぼ正解だけど残念やな。いつもポケモンデーの時はエゼロのお母さんも一緒に祝いましょう、うん、そういうことやね。おめでとうママ。覚えた、エゼロの母親の誕生日。そっちでそっちで覚える自分の親ね、なんか母親は覚えてんのよ。母親の誕生日の4桁が0102みたいな、そういう誕生日はね、なんか、うん、家のあのアルソックかなんかのパスワードだから。おお言っていいの。言っていいのそんな大丈夫だよじゃあ第5問。ポケモン開発では主にバトルシステムを担当している PW 以降ゲーム内でも対戦ができる人物は誰。ちょっとこの人ね、ちょっと名前が名前合ってんのかな。この人って別今もそうなのかな。今の役割がわからん。あの人なんかな、メガネの。こんにちは、ブリリアントダイヤモンド。その人ではない。宇都宮さんだ。宇都宮さんか。それではないわ。よくわかるね、俺のモノマネうまかった。いや、まあ、そういう意味じゃない。スカーレットバイオレットの世界へようこそ。ランクバトルの実施はございませんじゃあ回答どうぞ。森本ゆうた。またなんか誰だ。また友達出てきた。ゆうたおるけどね、あのプラチナの一番最初の草むらに出てくるムックル出してるやつね。あれゆうたくん、ゆうただった。そうなんだ。ワンチャン当たると思ったけどな。じゃあ正解は森本茂樹。バトルディレクターの森本くんね。森本くん結構強かったよね。油断したらえぐいやつね。じゃあ第6問。森本茂樹が任天堂に内緒のまま独断でデータを入力して大騒ぎになったポケモン何。何これしか知らんのやけど。そんなポケモンこれ以外なくね。あー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 理解した分かったらしいから元気になったここまで1万も正解してないからクソなりだったけど。確かになった確かにやっと分かる問題来た。これは全員正解か。では回答オープン。はい、全員ミュウです。イエイ、正解です。まあ本当に発足当初のゲームの遊び心やね。ロマンあるね。美容室とかでさ、あの好きなポケモンみたいな話になって、美容師の人が、あれミュウって何なんですか、子供なんですかって言われたからさ、いやあれはゲームディレクターの森本さんって人があの遊び心で入れた、本当はスタッフとかにも内緒のポケモンなんですよって言ったらちょっと惹かれた会話の流れがなんだめっちゃ語るやんいきなりそんな会話求めてねえしめっちゃ惹かれた
それは惹かれるかも。そうなんすね。厳密にはミュウの方が親なんですよって言って惹かれたのかと思った俺話の中で。制作秘話言っちゃった。いやミュウのまつげから俺の兄ちゃん世代ではのゲームカセットを2階からコンクリートに向かって落としたらたまにミュウが出るみたいな研究されてたの。たまにやばすぎる。何それ。バグで遊ぶゲームみたいな認識あったからな当時のポケモンって。俺の兄ちゃん金銀の増殖バグ生みの親を主張してすごいじゃん。めっちゃすごいやん。なわけあるかしら。じゃあ第7問。2022年6月1日に増田純一が株式会社ポケモンで就任した役職は何？なんだっけな。何？なんだっけ。これちゃんとさすがに出ないわ。ブルーアイズホワイトドラゴンみたいな名前でしょ。そうですそうなん。本当にそう。そうヒントだね。じゃあなんだっけ。ヒントっていうかそんなそうヒントやん。いやもうこれはダメだ。降参だ。ブルーアイズホワイトドラゴンみたいな感じなんでしょ。そうだよ。オッケー。じゃあ回答どうぞ。ポケモンチーフなんちゃらかんちゃら。いやそうこんなんだったと思うんだよな。チーフって言葉は出てくるらしい。どうやら知らんけど。そうチーフはねちょっと最初が分かんないけどどっかでは少なくとも入ってくると思うんだよな。略して CEO だから多分違うんだよな。あそうなんだ。 CEO になるってこと。チーフエグゼオフィサーが CEO。 ブルーマウンテンアルティメットポケモン。これは無視でいく。えだってブルーマウンテンあげないと言ったじゃん。触れないでいい。面白いね。騙されたんだけど。エグゼクティブプロデューサー。いやそんなやわなもんじゃないよね。それはなんか俺の知ってる精一杯長い役職を書いたえなんかなこの役職の名前見た時フェローチェやんって思った記憶はあるんだけどな。それを言ってよ。えうわーなんかそんなんだった気がする。うわーなんだっけ。うわうわそうだわ。正解は何でしょうか。ほらフェロー。知らねえ。チーフクリエイティブフェロー。フェローはフェローって書いてる。CCF ってこと。へえー、そうなんだ。じゃあ第8問。須田純一が最も好きなポケモンとしてよく名前が挙げられている初代のポケモンは何。ここへ来て一番簡単な問題。一番簡単な問題来た。じゃあ回答どうぞ。全員コダックで正解。たまにサービス問題があれなんかヤドンもさ好きじゃない。そんな好きアピールしてたっけ。コダックしか好きアピールしてなくあんまり記憶にない。してた。コダックアピールはしつこいけどな。しつこいって言ったらしつこい。まあ俺もコダック好きだけどね。可愛いよね。俺は微妙かも。普通。やっぱブイゼルとルンパッパ好きだから水ポケモンにライバル意識あるんだ。何だその色。じゃあ第9問。ピカチュウをデザインしたことで有名なイラストレーターは誰。え誰。知らん。これしか知らないからこれ書くけど。イラストレーター俺一人も知らないや。じゃあ回答どうぞ。え杉森健一。あれ杉森健だっけ。そうそう杉森健健ね。いやそもそも惜しかったな。名前外しちゃった。西田敦子。いや聞いたことあるわ。それだ。じゃあ正解は。おお西田敦子。やるな。西田敦子さんマジでわかんないや。そうなんだ。あじゃん。最終問題第10問。西田敦子がデザインしたポケモンを全て選ぶ。終わった。全く分かんない。西田敦子さんの調べがそんなできてないのに。ただでさえ存在は知らなかったのに。1個当てたら1点で1個間違えたらマイナス1点。大量得点獲得のチャンス。ピカチュウを思いついた人なら思いつきそうなデザインのやつを選べばいいんだなと言われてもな。でもさそれこそヘイラ社なんて書いててみてよ。何年後の話ってわけでさイラストも変わってるよ。ヘイラ社とかまで携わってんのかな。いやー分かんない。そもそもね。いやブイズ2匹いるの臭いな。片方だけ書いてそう。そんな気するよな。いや両方違う説。それもある。じゃあ回答どうぞ。確かゾロアークはそうなんだよな。そうなん。ゾロアークはなんか石田敦子イメージある。で確かマーシャドウも一番それっぽいの。マーシャドウだ。わかる。なんかピカチュウ味を感じる。そうなの。それはよくわかんない。ピカチュウ考えた人が考えそうなデザインだなってマーシャドウからは感じた。そう。それだけ。あとは勘。あとは俺も勘。なんか人気なキャラクター多めじゃねって思ったからさ、人気そうなやつ選んだのと、よくよく考えたらブースターのグッズってあんまなくねって思ってブラッキーだけにした。ああ、まあブラッキーはスリーブとかも出てるもんね。
そうなん？ブラッキースリーブ出てるよね、ポケカの。人気なんだからあるだろ。ブースターはエルピンさんと船だけか。そうだね。絶対どっちかだろ。どっちかだろ。どっちかだとは思う。そうなんだよな。じゃあ正解は1457。ブラッキーか。おー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 、すごい、あ、すごいです。当ててるけど惜しいな。っていうか、ブイズってみんな同じイラストレーターじゃないんだ。まあでも世代がね、ちゃうからな。結果発表。A0 11点、切ない5点、ヘルピン6点、箱船2点、A0 優勝。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。最後で一気になんか差つけられたんだけど西田敦子らへんから西田敦子どうやったら覚えてんのなんかそれ名前出されたらあーってなったけど杉森健一だろうが杉森健一は誰だ俳優みたいなちなみに有賀仁さんギルガルドとかデザインした人逆になんでそれ知ってんだよそのギルガルドデザインしましたって言ってるずっと前の本当に俺が幼稚園児とかの頃に読んでたロックマンの漫画を描いてた人なんだよね有賀仁さんが本当だだからなんかこの人がポケモン描いてるって聞いてびっくりしたっていう話だから知ってるんだ思い入れがあるんだそう本当だロックマンメガミックス本当だねなんか SV の時にツイッターで見たわ巨人とか羽ばたく感とかデザインしていただよね巨人えそれも有賀仁さんだ有賀仁さん、うん、魚のラゴンとかもそうだ、ねうん、魚のラゴンはここの人ら嫌いって言ってるけど大丈夫大丈夫そう一番難しかったのは増田純一さんの役職かなチーフクリエイティブフェローこれ答えられた人これマジポケモンマニアすぎだポケマニ世界一のポケモンマニアの名乗っていいこれからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますのでチャンネル登録高評価をよろしくお願いしますお願いします